ヘンリー・スタンベリーは、アメリカ合衆国の法律家、政治家。アンドリュー・ジョンソン大統領の下で1866年から1868年まで、第28代アメリカ合衆国司法長官を、務めた。1803年2月20日、ニューヨーク州ニューヨークにおいて誕生した。父親は、医師のジョナス・スタンベリー、母親は、アン・ルーシー・マククレディ・シーモンであった。 1814年に両親と共に、オハイオ州ゼーンズビルへ移住し、1819年にワシントン大学を卒業、文学志望を取得した。その後、スタンベリーは法律を学び、1824年にオハイオ州で弁護士として認可を受けた。スタンベリーはトマス・ユーイングの助言を受け、オハイオ州ランカスターで弁護士業を開業した。 スタンベリーは1832年に連邦最高裁判所の法廷弁護士となった。スタンベリーは法律家として20年以上を過ごした。1846年、スタンベリーはオハイオ州会員より初代オハイオ州検事総長に選出された。スタンベリーは1851年まで州検事総長を務めた。また1850年、スタンベリーは フランクリン軍の代表として、オハイオ州憲法制定会議に参加した。1853年、スタンベリーはオハイオ州シンシナティに移住し、弁護士活動を継続した。1866年7月23日、アンドリュー・ジョンソン大統領は、スタンベリーを司法長官に起用した。スタンベリーは、ジョンソン大統領の友人として、多くの助言を行った。 スタンベリーは1866年の公民権法、成立に尽力した。1868年、ジョンソン大統領が弾劾卒業を受けると、健康を害していた。スタンベリーは、ジョンソン大統領の足手まといにならないよう、司法長官職を辞任した。スタンベリーは弾劾裁判中、ジョンソン大統領を私的に支援した。 そして弾劾裁判が終結するとジョンソン大統領はスタンベリーを再び司法長官に起用しようとしたが連邦上院はジョンソン大統領の恩恵なレコンストラクション政策に対する抵抗としてスタンベリーの就任を拒否したその後ジョンソン大統領はスタンベリーを連邦最高裁判所判事にも指名したが再び上院により棄却された スタンベリーは1881年6月26日にニューヨーク州ニューヨークで死去した。遺体はオハイオ州シンシナティのスプリンググローブ墓地に埋葬された。1829年4月28日にフランシス・ビーチャーと結婚した。フランシスとの間には以下の子供が生まれた。フランシス・スタンベリー・フィレモン・ビーチャー・スタンベリー・ルイザイル。 スタンベリー、ヘンリー、スタンベリー、ジョージ、スタンベリー、ありがとうございます。